皆さん、こんにちは。ニューヨークの淳です。今日は3月28日日曜日、2021年。今は午後1時半過ぎですかね。今日のニューヨークは雨です。見てください。雨で、朝から雨で、全然出る気がしません。嫌になっちゃう。で、まあ、感じですが、anyway。今日は最近俺は、自転車に凝ってます。まあ、自転車に凝ってるっていうか、コロナになってまずニューヨークってもう地下鉄で回る、地下鉄が足っていう街だったんですけど、コロナが始まってもう地下鉄に乗らなくなりました。ほとんどの人がもう乗ってないです。一回、去年かな、コロナスタートして2ヶ月、一度も地下鉄乗りませんでしたね。ほんと、ニューヨークに来てそんなこと初めてですよ。まあ、そういうことで、ニューヨークの今の主流の足っていうか、それは、僕はですね、シティバイクっていうのがあるんです。ニューヨーク、マンハッタンのあちらこちらに、もう何年前から、そのシティバイクが、の駐輪場があるんですね。まあ駐輪場って言っても1台1台ちゃんとロックされて鍵がかけられた、そういったステーションのようなところにダックって言うんですけど、収められてて、で年会員になって、会員にならなくても借りることもできるんですけど、会員になると、乗り放題なんです。1年1年大体180ドルぐらいかな。それで、45分間乗り放題で、もうとにかくマンハッタンの中、あらゆるところにシティバイクのドックがあって、ですね、ちょっと見せますね。こういった、ですね、どれかな、ちょっと待ってください。こういったアプリがあるんです。このシティバイクのアプリを開くと、バッとこんなようにね、出るんです。ほら、いろんなところに、今どこのステーションにどれだけ、バイクがあるっていうのが分かります？で、これ地図になってて、もうマンハッタン全部ほら、こんなふうにいっぱい見えますか？あらゆるところに、こんなにたくさん、もう上から下まであるんですね。分かります？ほら。で、このアプリで、あ、今どこに何台自転車がある。で、それを、そこに行って、基本的にそのストリートっていうか道にそういったそのバイクのステーションがあるので、そこに行って QR コードが今ついてるので、 QR コードに携帯をスマートフォンをかざすと、もう QR コードで僕のアカウントにパッとつながって、自転車が自動的にアンロックされて鍵が解除され、ポッと出るんです。それから45分間は乗り放題。そして45分以内にまたどこかのその駐輪場、ドックですね、バイクドックにそれを収めれば、はい、無料なんです。で、また乗りたければ、そこにある他の自転車、今ドックされたした自転車でもいいし、それをまたアンロックする、鍵を解除して乗ればいいんですよ。もうとにかく今みんなそれ乗ってます。で、中には e バイクっていう、要するに電動バイクがあってですね、それがまた楽しくて、結構スピード出るんですよ、e バイクの場合は。特にこんな坂道なんて e バイクでもスイスイスイと行きますからね。いや、もう e バイク乗っちゃうと普通の自転車は乗れないぐらいって感じ。ただ e バイクの場合はちょっとエクストラの、その1分に12セントかな、ちょっと上がってぐらいチャージされるんですけど、いや、でもね、僕よく行くとき、このもう180丁目に住んでるんですけど、マンハッタンの、よく用事でミッドタウン、だから50丁目、60丁目ぐらいに行くんですけど、行くときは基本的に僕のエリアは高台なので、マンハッタンでも下りが多いので、行くときは普通のバイクで、自転車で行って、で、帰りも疲れるから e バイクで帰ってくるんですよ。いや、もうそれが主流。いや、もう自転車健康にもいいし、それとですね、マンハッタンの中もバイクレーンっていうのがもうあらゆるところにバイクレーンができてて、そしてバイク専用の信号もあるんです。例えば A サービスの8番街とか、その7番街とか信号行くじゃないですか、車止まるじゃないですか。だから
車の信号があって、で、自転車のための信号があるんです。もうそのぐらいバイクレーンがもうすっごく整備されてて、安全に整備されてて。だから、そのバイクレーンを走っていれば基本的な安全ですね。車とその接触することはまずないです。あ、もちろん、その、ね、気をつけないといけないですけど。で、あとはマンハッタンの周り、僕特にウエストサイドなので、ハドソン川はマンハッタンの直辺からダウンタウンのマンハッタンのバッテリーパークまで、もう川沿いにバイクレーンができてるんです。いや、もうそれも車とか普通の車、乗用車入れないので、自転車か、あとはそのキックボードとか、スケートボードとか、ローラースケートとか、あとジョギングする人たちがのための道なんですよ。で、川沿い、もう最高ですよ、夏なんてのは。もう、とにかく、そういった、その、なんていうんです、ナチュラル、自然な、っていうか、エンジンを使ってない、ガソリンを使ってない、まあ、モーターのものありますね。例えば、キックボードでも、モーターがついたキックボードもあるし、速いですよ、すごくスピード出るし。あとはその、スケートボードもモーターついたのがある。みんなそういうの乗ってるんですね。で、モーターついたやつか自転車か人しか歩けないので、もうそれを使ってミッドタウンまで行って、そしてミッドタウンに着くと、まあ、自転車を交換して、で、そのミッドタウンの中のクロスタウンして用事をすると。もうね、で、用事をしててですね、例えば大きな薬局なんかあるじゃないですか。で、自転車をもうそのまま薬局に中に入っていくんです。誰も文句言わないですよ。だってそのドックするとこがないし、まだ乗る時間があるので、そのままコンティニューして乗りたいので、ちょっと薬局に用事があると。で、その自転車を持った、シティバイクを持ったまま薬局に入って買い物をして出ても、誰も文句言わないです。まあ、それが今ニューヨークの主流です。とにかくニューヨークの今の主流は e バイク、自転車、シティバイク、キックボードスクーター、そういったその自分の力、人間の足で自分の力でその街の中をその、移動するというのが主流です。地下鉄に乗らないですもん。新しい時代ですね。ということで、まあ、今日はシティバイクのことをちょこっと話してみました。それでは皆さん、また次回までごきげんよう。ニューヨークのジュンでした。